憧れるのはやめましょう。はい、どうも、ショーティビです。お願いします。どうした急にどうした、あの誰の名言かすぐ分かったけど、どうした。はい、よろしくお願いしま す。というわけですね、まあ本日はこちらですね。僕も買っちゃいましたんでね、よかったら夏休みですから皆さんこちらを、パワープロ、はい、パワープロ30年、これあれば2年間できますからね。そうだね、これいいよね。まあこの表紙がさ、大谷さんじゃないですか。はいはいはい、やっと ね、MLB との壁が本当っすよ。本当諦めるのはやめましょうですよ、本当。あの確かに諦めるのはやめた方がいいね、はい、それは何も言わんわ。はい、でもさ、俺さ、ちょっといいもん買っちゃったんだ。お、まあ8月ってことで、はい、まあ俺誕生日だし、はい、まあちょっと自分に誕生日を、タンプレをね、買おうかなってところで、はい、ちょっと早めのタンプレを買いました、はい、それはこちら、じゃん。おっと、ニューバランスバッティング手袋。え、やばメーカー希望小売価格8800円税込み、ジャンプと。おー、こちらを買ってしまいました。やば、手に入らんじゃん、なんかあんまね、なんか売り切れ結構してるみたいな、聞いたんですけど。白にネイビーか、ブルー、ネイビーだな、ブルーか、うん、ロイヤルブルーって感じか。そうだね、このカラーが一番なんか人気だって。ホニーと同じ、あ、ホニーと同じだからか。まあこれサイズ L なんですよ。はい、 L サイズなんだけど、もう一個上のサイズがあったけど、うん、多分これが26から27の L サイズ、それにしました。これなら間違いねえと思って、ちょっとはめてみようかな。え、ちょっと待って、何思った思った、俺もそう。皆さん分かった、今分かった、気づいた、今もう一回行くよ、ピッ、ふん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 、あら、あれ逆なんですよ。アシックスタイプ、これ。なるほどね。ベルト逆。まあ大谷さんといえば、もともとはね、もともとはアシックスから入ってるじゃないですか。うん、今ニューバランスに移動して、はい、じゃあその感覚はそのままが良かったっていう。あ、そうなの。なんですかね。わ、すごいよこれ。すごい。ちょっと待って、俺さらに気づいちゃった。こんにちは。ちょっとパッて出して。普通さ、うん、スムースシープとかさ。え、スムースシープとかさ、うん、モスカゴだけ、なんだっけ、うん、ボツボツになってるやつ、うん、2つあるんだね。こことここで加工が違う。ほんとだ、こことここでなんか加工が違うんだって。ちょっと密封で例えると、うん、パワーアークは指先の方の感じなんですよね、うん、凹凸があるような、うん、でもまあ物にはよるんだろうけど、モーションアークは逆にこのまっさらな、ここのほらこういうまっさらなね、凹凸がない方、うん、もう使って、それが組み合わさってるんですよね、これ。あら、ツーウェイ、やっぱ二刀流っすね。そう、うまいこと言ったなつけまして、すごくない、このどう、なんかちょっとなんか大きめっていうか厚め。あー、じゃあそこはちょっとメジャー仕様なのかな。だね、うん、ちょっと厚いと思う、分厚めだと思う。革の厚さ的に言ったらフランクリンとかに近いかもしれない、この厚さは。水のとかよりかは全然分厚い。そうだね、厚い厚い、すごく熱く感じる。なんか守られてる感がすごい。確かに大谷選手がしてるバッテもなんかすごいこう大きいんじゃねえかなみたいな、なんかすごいこう分厚さを感じてる。だボリューミー、そう、存在感がすごい感じるなっていうのはあった。はいはい。でもデザインシンプルですよね。え、超シンプル。だけどここの手の甲のデザインはちょっといろいろほらこだわってないですか。すりガラスみたいですよね。そう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 。こんな感じでね、うん、だから2色しか使ってないけど模様があるって言ったらいいのかな。そうだね。いや、これいいよ、フィット感がえぐいわ。抜群抜群、これは。つけてみる。いや、俺フィット感絶対生まないから。いや、サイズあれだけど中のこの厚さとかが分かるじゃん。はいはい、失礼します。陽平さん的この厚さあれ、ミッキー、ミッキーかお前野球部冬の軍手生活かなあー、分厚い分厚い、確かに。でしょ、うん。東京フレンドパークのあの壁のあれみたいじゃん。バン、あ、ジャンプのあれみたいじゃん。カエル飛びのやつでしょ。めちゃめちゃあれみたいじゃん。あー、なるほどなるほど。うん、かなり分厚め。そう、でも柔らかい。うんうん。だから手触りがすごいいいし、中もどちらかというとしっとりめ、うん、なのかな。だし、まあちょっと僕全然サイズが合ってないから、握った時の感覚とかはあんまりよく分かってはいないですけど、強く握りそうっす。まあ、草野球人もこれあれば余裕で1年1年いくと思う、これは。余裕で持ちますよね。全然持つ、全然持つ。白ってのは特になんかね、
いいじゃないですか、やっぱ。うん、まあ、最近高校生も白スパだったりとかするから白がね。そう、まああとこれ暑い時とかでもね、爽やかにいられるし。そうそうそう、そうなんですよ。うち監督やってるチームは黒なんですよ、ユニフォームが。はいはい、黒なんですよね。夏すごいちょっと困ってる、うんうん、暑くてどうしようって感じといった感じでね、まあ、特に、まあ、ちょっと一回振ってみようかな。おお、めちゃめちゃいい。ちゃんと持ててて、うん、しかもこう手の中でブレないっていうの、フィット感がすごいからブレないから、この狙いたいところにちゃんと当てれるんじゃないかなって。うん、俺なんかちょっとでも先がこう余裕があったりしたらなんかずれるから、こう振る瞬間にこうずれるのよね。はい、なるほどね。そうで、打ち損じ多かったけど、これすごいフィットしてて、ちゃんと当てたいところに当てれそうみたいな。手の甲側のイメージはどう？手の甲、そんなストレスはないけど、うん、ストレスどこにあるかって言ったら、やっぱ手の真ん中辺かな、思った時に感じるのは。ここにすごい力を感じる。あとここしっかりしてるからさ、ここちょっとタイトじゃない？ちょっとこうキュッてなってる感じはする。手首やっぱさ、人の手ってさ、なんていうの、こうするとこう親指がこうなるじゃん、はい、開く。逆にこうだとさ、うん、こうなるじゃんって考えたら、その構造的にはやっぱこうの方が、まあ理にはかなってるよね。手が開く感じはする、うん、いくよ。はいはいはい、外すよ。まあそうなりますよね。そう、開くっていう、なんか言っちゃえばマグダビと同じだよね。あ、そう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 。でこうすることによって、こっち側がこう引っ張ってくれるみたいな。起き上がる、こうなる、うん、外すと少しこう元に戻るみたいな。はいはい、これはなんかいいんじゃないかな、力伝えやすいかもしれない。まあ、これロンティーしたら多分行くわ、あの森の上まで。ちょっと涼しくなったらいいな。そうっすね、ちょっとあの逆流性食道炎なんで、ちょっとあの無理な運動はあんまりできないですけど。どう？OKOK。 こんな感じいいな、これ。はいはい、というわけで、はい、こちら今振ってきたんですけど、軽くなんかやっぱいいわ、うん、なんかまあ他のバッテもいろいろ持ってますけど、自然となんか自信が満ち溢れてるというか、乗り移ってるような感じがする。これマジでフィット感とかこのなんか感じがすごく俺いいなって、うんうんうん、感じました。でまああとこれプラス大谷選手モデルって、あとスパイク、うん、白と黒、うん、アップシュー白と黒、あとはアパレル、バッテもあるよな、うん、バッテもこの金バージョンと黒金バージョンだったかな、うん、いくつかあるんですよね。そうです、うん、でまああとアパレルか、うん、が出たりで、まずあのアパレルもすごいおしゃれだったし、だけどすごい、まあ、そうやってね合わせてみるのもいいんじゃないかなと思います。そうですね、はい、大谷ファンはぜひね、まあ、ほとんどの人が大谷好きだと思うんで、うん、まあ、僕の4つ下なんでね、あの大谷と言わせてもらいますけどあの下の名前一緒なんで、はいはいはい、昔はちょっとね、自分の名前がすごいちょっとコンプレックスだったんですよね。みんななんかさ、4文字か3文字とかだったうん、のに、俺だけなんか5文字とか、はい、いいな、みんななんかかっこいい名前でみたいな。まあ高校とかなってくるにつれて、まあ三浦翔平とかさ、はい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 、俳優の、まあ、笑福亭の翔平さんは全然違う、まあ特に何も考えてなかったけどまあなんかその翔平の、まあ、著名人、うん、名前の著名人の人が出てくるとなんか、あ、よかったなっていう風に思うようになって、うん、とどめはやっぱ大谷翔平だね、うん、あんなになってたから。まあそうですね、翔平で言ったら大体、あ、大谷翔平の名前つけて YouTube やってんだって言われるけど、いやこっちの方が先だから名前はみたいなまあそれ生まれてるのが先だからね。そう、先だからね。ただ、じゃあなんでその名前なのって言う、いや名前、自分の名前だからだよみたいな。野球熱っていうのはまあまた徐々に上がってくるんじゃないかなと、うん、自分の中ではちょっとふつふつ思ってるんで、今後ともね、頑張りたいと思いますし、まあ皆さんもぜひね、こういう人気商品をね、うん、早めにゲットすると野球のモチベーションがアップするんじゃないかなと思いますので、はい、まあ、サイズがある方はぜひともねチェックしてみてください。はい、はい、というわけで本日は大谷翔平そして中山翔平の、バッティング手袋の紹介でした。
こちらね8800円税込みとなってますので、はい、よかったら販売しているお店に行って購入してみてください。はい、ではチャンネル登録とコメント高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。